沢に来ております。イエーイイエーイ。私たちアイドルがプロデュースします。ピカピカに磨いていきましょう、はいはい、うわ、こんな感じになりました。すごい。ジジイクちゃん、新選手、おいしさくさん、どうもつみです。1万円でプロデューサーを大変身させてみた。イエーイ。はい、ということで私たちは今、下北沢に来ております、はい、イエーイ。ということでですね、はいはい、プロデューサーの山下さんを、はい、私たちアイドルがプロデュースします。もうなんていうんですか、イメチェン、はいはい、大変身させられるかっていうね、企画でございます。はい、まあ、サクさんはね、はい、まあ、言わずと知れたおしゃれ番長だね。いや、まあまあ、完璧にできるでしょ。いやいや、あったかいな。ということでプロデューサー山下さんです。山下です。いや、もう本当に恐縮なんですけども、はい、まあ、でもね、まあ、おしゃれな街に今日は来るということで、はい、ちょっと僕も決めてきたんですけど。あ、なるほど。どうですか。なるほど。いやいやいや、でもなんか磨けば光る原石という感じです。いいように言っていただきまして、ここから私たちでピカピカに磨いていきましょう、はいはい、お願いします。いかにこれはさ、うん、どれぐらいのアイテムを買えるかじゃない。そうだよね。どこにどんだけ使うかっていうのが、確かに。そうそう、なんか今までに持ってなさそうな服がよく、うん、あ、そうやな。せっかくだからイメチェンできるような、まあ、山下さんが選ばなそうな服。あ、そうやな。いや、もうギリギリの服選ばない。まあ大丈夫かな。大丈夫。退化してない。めっちゃ良くない。めっちゃ良くないですか。めっちゃいい。いい。安すぎ。安すぎ。700円。とりあえず見ます。じゃあどっちがいいかな。どっち系でいくか。うん、そうやな。こっち系もイメージなくない。あ、ない。こういう系とかもいい。イメージいい。ないよな、うん、イメージを考えます。やっぱなかなかなさそうな感じですか。うん、イメージはあるんですけど、ちょっとまだまだまだね。ですね。ひなさなめ状態。大変身なんだ。あ、そうやね。ちゃんと選ばなかった。そうそう、うん、このチャンネルの他の動画も見ててね。ということで完成しました。じゃーん。うわ、こんな感じになりました。すごい。イメージのないロボットシャツボンとガギ、はい、なんかちょっときれいめなシャツを合わせます。これ全部で6000ちょっとで、ね、気になってるのかな、はい、この組み合わせでしか多分着れないと思う。あー、でも中はレッドシャツじゃなくてもニットしたりとか、なるほど、あのハイネックのやつとか合わせても、はいはい、中はでも黒では合わせるとちょっともっちり変わって、黒とかアフリエンスで合わせたみたいな。ありがとうございます。確かにこれいいかも。だからイベントでもやったらいいと思って、おファンの人にコーディネートしてて、あ、めっちゃいいんですよ。下北沢イベント、はい、行きましょう。行きましょう。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。